元明中心部元明らは、香港の十八の行政区画のうちの一つであり、そのうち深海にある九の行政区の一つである。1981年に成立した。平山天水囲い近伝と八里の夜景元明らは、は、久し、村京、平山号、十八号、錦式、田号、八里、新田里が合併して成立した。東端は、巣畑まで、 北区のマグサローに接し、南端は洪水橋でタムロモンクの愛知に接する。2015年の統計調査によると人口は約58万人、面積は約138.56キロ平方メートルである。香港では離島区と大北に次いで大きい。区内には香港で唯一の平野で中世平野の元明平,平野が存在し、 東や北総の時代に形成したとされる。元明平野は肥沃であり、かつて稲作が盛んで、元明ら糸内は1950年代に中国南部を代表する米と言われた。住民は沿岸部に住みつき、養殖業が盛んで、エビや淡水魚などが獲れた。北側は新鮮川を挟んで、新鮮に接しており、新鮮川川口付近の一帯は、 香港辺境近区に指定されているため、区域内に入るためには、香港警察に許可を申請する必要がある。ラクバスには、香港と新線を結ぶ港を各地岸が存在する。近年元明楽は、急速に発展しており、人口も急増している。住民の平均年齢は、香港18区中最も低い。しかし、最近では、少数民族や新しく、 香港に移住してきた人などが少なくなく、貧困率は16%となっており、犯罪の多い地区と言われた油センサ管区に代わって、香港で最も犯罪率の高い区にもなっている。以下は2011年のデータ。ありがとうございます。